流刑人の台頭について解説していきます。解説していきますが、これはちょっと見てくれた人は、分かってるかもしれないですけど、流刑人の台頭の再装ですね。ゆっくり実況でビームシステムで頑張って、編集をして解説しつつ、この全武器全ボス RTA の、チュートリアル的な動画を一番最初に出したんですけど、その時の走りをちょっと見返すと、ちょっとやっぱりその流刑人の台頭って個人的にもっと強いはずなのに、なんかあんまり強さを引き出せてないなぁと走りを見て思ったので、でちょっと再走をちょっと厳しめに再走をしようかなと思ってて、でそれでチャートはほぼ変わってないんですけど、ボス戦の完成度をちょっと、上げてみた。特になんかミディールは俺の方がうまいみたいなコメントとかちょっとあったんで、ちょっと頑張ってミディールを、ミディール以外もちょっと頑張ったんですけど、いろいろやれるだけやってみましたと。で、そしたら、案の定、今まで走ってる武器の中で一番速いタイムが出て、ぶっちゃけ、この武器ぐらい、この武器ならなんとかその傭兵の総統と戦うことができるんじゃないかなっていうぐらいのその能力を、ポテンシャルがあったような気がします。走った感じでは。どうしても傭兵の総統には勝てないんですけど、直剣だとか なんかその辺の武器はどうしてもそのなんか壁があるというか、火力がどっかで頭打ちしてしまう感じがあるんですけど、流刑人の台頭に関しては全然なんか そんなことなくて、特に DLC に入ってから割とその速い火力の高さに、かなり伸びるというか、なんか強いなーって感じはしました。で、この辺の一番最初はもうほぼ変わらないんで、倍速してもいいんですけど、決勝の頃に関しては、最初にパリ1名を2回して、R2、R2、R1、R1 を入れた後に、雑魚を全部こう、雑魚じゃない、分身を全部こう倒してから行ってたんですけど、分身倒さずに本体に直接最初蹴りで行動キャンセルして、すぐパリ1名を入れて倒すっていう風にして、これだけで12秒か、今12秒巻いてますけど、それぐらい短縮できるので、できるだけそのリセットし、リセットあんまり多くはしたくないんですけど、詰めれるところは詰めていこうかなと思って、再走してますと。で、流刑人の台頭をプラス5、銃口をプラス5にしたので、こっからスタートと。で、チャートには自腹の体重先に倒すことになってるんですけど、間違えて深みの主教たち行ってます。ここは別に、タイムロスにならないんで、どっちでもいいんですけど。で、深みの主教たち。ここは、でも、あんまり変わらないですね。とにかくダッシュ攻撃で多くを巻き込みつつ、倒していくっていうだけなんで、あとはデブにの、乗り移られないように。ただここもかなり乗り移った瞬間に倒せる、ぐらいのその運の良さがあったんで、この辺とかも、あ、ダメだった この辺とかも割とすぐに倒せるようになってたんで、割といいかな、前よりは。ただちょっとここ、デブを倒すことに気を取られすぎて、宿命に攻撃が何回か当たってない。ちょっとここもったいないかな。せっかく、なんか序盤、最初の5匹を倒すところは早かったんですけど。でも、それでも少し巻くぐらいかな、確か。で、次が、自分の体重。こいつらも、特に、しんどいことはなくて。はい、雑魚が来たんで3回目振りました、今のは。あまりダメージを受けるとたまに事故るんで。
で、ここで、手のやつ壊そうとするんですけど、なんか攻撃判定が大きいんで、なんかその、なんていうんですかね、弾部分じゃなくて木の部分に吸われちゃうことが多くて、結構コンコンって。まあこれは、一番最初の再走前のそのゆっくり実況の時も割とそのこの時点で弾かれてたりしたんで注意してたんですけど、まあちょいちょい弾かれてる。でもまあさっきの、上での弾かれによるタイムロスは正直ないですね。とにかく落ちるまでに3箇所壊せば、どのタイミングでもいいので、 ひるみさえしなければ で、深淵の感謝もちょっとやっぱ早くなったかなと。もうとにかく R1 ブンブンが強いなと。あ、外した。R1 ブンブンが強いなと 思ったんで、ひたすらに多少ダメージを受けようが。で、最後 R2 をローリングを読んでこう合わせていくと。まあ、運が良かっただけなんですけど、R2 じゃないとどちらにしろ倒しきれないなと、敵の残り体力的に思って、ただ R2 を選択しただけなんで、まあ、なんとなくです。あとは、ひたすら、スタボをできるだけ入れないようにというのもおかしいですけど、スタブはどうしてもその時間かかっちゃうんで、あと一発。あ、オッケーオッケー。入った入った。ちょっとだけ早いかなと思ったけど、そんなに変わらないですね 深みの主教たちで、14秒巻いてたけど、深淵の監視者では正直ほぼ変わらないと。まあ、R2 入れる回数なんかな。で、ウォルニールはまあ、ちょっと、早くなりようがないんで、普通にそのまま入って、逆サイドに行って、R1 でスタミナをちょっと調整してないと。で、もう一回で、ここで、ちょっと危なかった。霧に飲まれてましたね。霧に飲まれて、ちょっとダメージ食らってましたけど、あのまま割れなかったら、死んでリセットでした。でも、ちょっとだけ早い。まあ、早いっていうか、ミスがなかったんで、ほぼ同じぐらいのタイムですね。決勝の孤狼と深みの主教で、25秒ぐらいか、今のところ、巻いてる。もう、なんかそんなに 強そうなボスじゃなくても割と負けるんで、あとは、ミスらないようにやっていけば。ヨウムのところに関しても、ヨウムがデレコードをしたので8秒巻いたと。で、サリバーンに関しても、で、ここで、そう、炎の打をプラス1にするの忘れてて、で、まあ、調整がめんどくさくなったんですけど、まあ別に無強化でも調整自体はできるんで、まあちょっとわたわたするんで、あんまり好きじゃないんですけど、R2 最大ためからの R1 を、置き攻めに当てていくと。で、持ち替えて、薬砲をスタブと。スタブのダメージがでかいですね。860、1700。強い。この時点でやっぱり、ルケニーの台頭は強いなぁと、正直、感じるかな。ああ、もったいない。サリバーンはちょっと、下りましたね、最後。もうちょっと短い手数でいけたと思うんで、ちょっと8秒ロス。まあ、その前に、ヨウム倒した後に、能力の強化も行ったんで、その分8秒ってことですね。で、次エルドリッチ。で、エルドリッチは、まあ、そんなに変わってないんですけど、立ち回り的には。まあ、とにかく、薬砲を塗るタイミングとかですかね。あ、今のジャンプラッキーですね。今のジャンプでスタミナ結構、無駄なく回復できた。即攻撃部位。ちょっと嬉しいボールと。でも、あと、ここで、持っていけると。火力が高いから、もう、重攻プラ6の筋力28だけで、27か。27だけで、もう即持っていける。エルドリッチは特に、ツン行動を、弓矢だとかをしてこなかったんで、すごく早く倒せました。13秒。
巻きました。で、踊り子、踊り子もまあ、あ、今のミスってるな。意外に出し攻撃って踏み込み浅いんですよね。だからしっかりと引かないとダメなんだけど、もったいないな。とにかくとにかくやっぱスタミナ消費がでかいんで、一手一手をちょっと大切に当てていきたい。ああ、今の外してる、もったいない。ちょっと踊り子はあんまり立ち回りはないかな。この3連回転攻撃も運が悪い。結構時間がかかる。これは運がいい。これも運がいい。ここで持っていけるかな。ローリング R1 からの。ローリング R1 はあんまり使うべきじゃないんですけどね。リーチが短いんで。ただまあ、あと2発当てれば倒せるっていうのが確定してたんで、ローリング R1 でひるんだ。まあ、ひるまなくてもよかったんですけどね。で、オスロイス。踊り子はそうですね、確かに7秒遅い。うん、あんまり立ち回りじゃなかった。で、オスロイス。オスロイスに関しても、前の走りがかなり良かったと思うんで、多分巻くことはないと思います。なので、できるだけロスをしないように、まあ、運が良ければいいなって感じですね。3回でひるむことをちゃんと念頭に入れておかないと、さっきみたいに空振りをしちゃう。そして、この無駄なダメージも受けちゃう。ロイドはやっぱ維持した方がいいと思います。ちゃんと、エストで回復して。この辺だとやっぱ火力が足りないんで、どうしても。で、ヒール2に当てられる。で、もう一回攻撃すればヒールム、ヒールム。で、ヒールムに攻撃ができる。で、もう一回攻撃してヒールム。ほぼ、スタミナの回復さえ追いつけば、ヒルミループみたいな感じで、いけますね。R1 3発で確かひるむんで、R1 でひるませて、ひるんでる間に1、2を入ると、次の1発でまたひるむということができるんで、スロイス結構、得意な武器だと思います。で、グンダ。グンダも、まあ、普通に、やり方は変わらず、R1 入れてから、R1 入れてから、R1 でスタブと。これを1、2、3、4、4回か5回か、4回か、繰り返すと。R1 入れて、スタブと。この後に、体術が来るかどうかで、タイムが変わる。はい、体術が来たんで、ちょっとタイムが遅くなった。うん、スリー。で、はい。で、R1 からのスタブで、持っていけると。うん、ぴったりでしたね。まあでもグンダも確か前の時も同じ感じだったんで、そんなに変わらないですね。で、竜狩りの鎧。竜狩りの鎧はちょっと確か、立ち回りは悪かった気がする。最初のこれは R1。うん、1回で止めた方がいいですね。2回入れると今の縦誘発難しかったりするんで。竜狩りの動き自体はまあ特に普通ですね。でもう一回 R1 入れてもよかった。で、 R2 最大ため、ここでひるむで、今のひるみは正直分かって、で、あ、そう、この攻撃、これいつもだいたい後ろに張り付いてるんで動き分かるんですけど、なんか変な立ち位置だったんで、何をしてるのか正直分からなかったんですよね。それでダメージを食らう。で、ちょっと動揺して、盾、しょうもない盾攻撃も食らっちゃうという。もったいない。で、回復はさすがにもうロスだと割り切って、普通に攻撃してます。なんか、蝶にやられたら、まあ、リセットで。はい、ラッキー。ちょっと、竜狩りの鎧は、あまり良い立ち回りではなかったですね。なんかでも巻いてますね。多分前の走りが結構ガバガバだったんだなと思うんですけど、でこの走りの最大のロスがこの掃除。第一形態のこのローリアンがすごい、もうなんか下手くそな立ち回りをしてましたね。ここもスタミナが足りてないことは分かってるのに、わざわざローリング R1 を入れる。弱いローリング R1 を入れに行く。ちょっと欲張りすぎですね。回復して、で、ここも、ちょっと出れに期待しすぎというか、
ちゃんとローリアンの誘導ができてないのに攻撃をしてるんで、だからダメージを結構受けてる感じはありますね。で、ちょっと、HP 回復せずに攻めちゃうから、ちょっとこういうことになる。で、ストがなくなる。でもうダメージを受けるとロイドが切れちゃうんで良くないけど、こんなしょうもない叩きつけを食らっちゃうという、ちょっと全体的に立ち回りが悪すぎる。で、玉座の方に誘導するんですけど、この誘導もなかなか、時間がかかる。初期位置から離れすぎですね。で、ここでまた離れられるという、もったいない、もったいないというか、まあ、ちょっと時間をかけすぎてるんで、あれ2回目が来たんですよね。ん？ 2 回目だっけ？2回目が来たか。っていうことがもろもろあって、ちょっと非常に、もったいない立ち回りというか、あまり良い立ち回りではなかったですね、この総王子戦に関しては。一発避けて一発入れて一発避けて一発入れての基本を守れば、そんなグダグダにならない。ちょっと欲張りすぎですね。タイムがちょっと良さげなんで欲張ってたんですけど、いまいち。ここは多分 R1 連打が、早いんじゃないかなと思います。で、終わってみると1分巻いてたんですけど、30秒のロスか、ちょうどほぼ30秒のロスと。ローリアン戦がひどすぎましたね。もうちょっとうまく、立ち回ることは簡単なんですけど、もったいない。西への飛竜書とかは当然一発で、クリアしたいところ。で、重工プラ銃を作って、もうこれで、十分な火力があると。で、王たちの化身、最初 R2 の最大ためを入れたいんですけど、ちょっとため始めが遅すぎる。遅すぎる。かなり、R2貯めた後に踏み込んでから攻撃するんで、ちょっと、甘く見すぎというか、なんですか、ため時間をもったいない。で、総王子戦の下りを王たちの化身にまでこう引きずってしまう。で、ちゃんとひるみ回数とか、攻撃回数を計算してないのにひるみに期待するとか、ちょっと、この辺もあんまりいい走りじゃない。てか最近なんか本編のボスがあんまりそのうまく立ち回れてないんですよね。 DLC にちょっと気を使いすぎな気がする。本編をないがしろにしてる。まあしょうがないか。第一形態も結構ダメージを受けたんですけど、まあダメージ受けたんですけど、回復はしてないんで、そんなにロスじゃないかなという、そこまでひどくはなかったと思う。ダメージを受けて回復をしてたら、したか、2回ぐらいしたか、してないか、立ち回ってる最中はしてないんで大丈夫ですね。で、第二形態はまあ、問題なしと。第二形態は良かったから、回復第一形態でしなかったんで、その分をちゃんと巻いてるんじゃないかな。20秒ぐらい、20秒もない、15秒ぐらい、20秒ぐらいは巻いてるか。それはよし。ダメージを食らっても別に、ロイドが剥げるだけでそんなにロスじゃないですね。ダメージ食らった瞬間にスタミナも回復するんで、ほどほどに攻撃を受けても問題ないと思います。タイムを狙うなら受けた方がむしろいいと思います。これはデレなんですよね、この、土の叩きつけ。これはすごい助かる。あ、最後当たらなかった。あれをしてくれると事故ることなく、早く倒せる。珍しく牢を巻いた、1秒を巻いてますね。で、無名の王、無名の王も鳥をうまいこと倒せるかどうかにやっぱりかかってくるかなと。後半はほぼもう消化試合なんで、とにかく鳥。最初はこれデレですね、この突き攻撃は。で、ダッシュ R1 からの R1 で、もう一回 R1 を入れたいけど、でもブレスなんで OK。
これでもう勝ち確ですね。R1 を頭に、もう一回 R1 を頭に、もう一回 R1、R2 になって、で、頭に入れておしまいと。とにかく鳥を移動させなけれ、させずにその場で倒せれば OK って感じですね。移動したらもう残念と。この辺は結構欲張って攻撃しに行ってますね。ここも、回復、攻撃できないタイミングで回復してしまえば、そんなロスじゃないんで、ガンガン攻撃を入れるようにしてます。こことかもさっきの攻撃来られると、もう避けられない、絶対にその大極拳のモーションだと避けられないんで、しょうがないんですよね。こういう攻撃の後はもう確定で、攻撃ができるんでいいんですけど。で、最初にスタブを一度、第2形態の前に、戦技の前にスタブを入れて、で、溜めてる間にもう一回スタブを入れておしまいと。目の方は、後半の方がやっぱ楽ですね。前半の鳥の方が結構やっぱり、タイムに相当影響してくるんできつい。鳥が早かったんで、この分結構待ってますね。で、次が、王者の墓守。王者の墓守は、狼倒して松ヤニを塗って、でひたすらブンブンするだけと。で、一発でちょっと後ろに下がっちゃうんですよね、こいつ。重いからかどうか知らんけど、それでちょっとあんまり攻撃当たりにくくなったりして、ちょっとだけ戦いにくい相手。まあそれでも普通にこっちの火力が高いんで、もうひたすらブンブンしとけば、はい、おしまい。OK と。で、墓守の退路。全くその同じタイミング。これをね、また食らっちゃうんですよね。なんかあんまりこれに、ね、反応できないなっていう気がする。まあそれでもひたすら攻撃を多少食らっても、とにかく頭に攻撃を5発ぶち込めば、おしまい。多少ダメージを受けるのは無視でいいですね。もう、回復は時間がもったいないんで。まあ別にそもそもダメージを、ローリングして避ければダメージを受けなくて済むんですけど、まあ、タイミングによりけりかな。で、フリーでも、ちょっとだけどうなんかな。早かったんかな。ちょっとだけ早かった気がする。多少はこれも強靭がこちらあるんで、ガンガンやっていきたい。スタブからの置き攻めに関しては、R2、ためない R2 からの R1。R1、もう一回入るかな？入らない。壁に弾かれた。で、この時はスタブではなく、R2 の最大ためからの R1 で OK。おしまい。まあまあ早い。で、第2形態のアリアンデル。アリアンデルも、こっちの火力が高いので、特に心配する必要はないと思います。730、一発730とか出るんだよね。すごい火力。しかもなんかアリアンデルが何もない方向に火を吹くという珍しいその出れを見せた。で、おしまい。めちゃくちゃ火力が高いですね、こちらの火力が。すごい助かる。で、フリーデに関しては、最大ための R2 を入れていけるとかなり速くなるような気がします、立ち回り的には。最大ための R2 からの R1 ぐらいまで入るんで、ただやっぱすごい俊敏に動くんで、なかなか難しいんですけど、例えばこうやってゲールにヘイトが向いてるときに、最大ための R2 からの R1。2からの R1 は入らなかった。で、今のは、右奥にローリングすればスタブが必ず取れるからの置き攻めの R2。で、これぐらいの、4割、3割、4割ぐらい削ると、この消える攻撃をほぼ確定でやってくるんで、今のはちょっと後ろに引くべきではなかったですね。で、ここ。うまい。回復しようかなと思ったタイミングでこう首狩りをしてくるという、これはちょっとフリーでうまかった。でもゲールが、助けてくれた、ヘイトを取ってくれたんで、死にはしない。
で、大きな目に R2 からの R1、R1 で2000、2000、結構入りますね。で、この黒煙は R2 最大ためを入れるチャンス。はい、OK、おしまい。うん、まあまあ、でも、一回首刈りは食らったものの、そこまで、遅いタイムではない。割と早く倒せたような気がします。13秒前より巻いてますね。うん、芸人はとにかくブンブン、R1 もしくは R2 をどれだけ入れられるかにかかってる気がします。で、デーモンの王子、なんかあのシミター界でも斬撃が有効みたいなこと言ってましたけど、やっぱり、デーモンの王子に対してはかなり火力が出る。防御力が高くてもこっちの、攻撃力が高いので問題ない。引っ張って656、うん、かなり強いですね。でしかもブンブン振れる、はい、もう半分以上削ってる。傭兵の相当並みに実際、こいつらに対しては働いてるような気がします。ただまあスタミナに対する火力がいまいちなんで、やっぱり傭兵の相当の方が強いかなって感じはします。で、ひるみもやっぱ早いですね、大極拳なんで。はい、傷ついたデーモンが終わって、で、ウロドコもこれでおしまいと。 OK、 ここまでは特に、まあ火ダメは多少あるけど、まあここでの火ダメはしょうがないんで、うん、OK。で、次、デーモンの王子。デーモンの王子、確かあんまりいい立ち回りが、前はできてなかったのかな。ちょっと忘れたな。で、R1 入れて回って、R1 入れて回って、R1 をある程度のところで連打して、はい、OK。うん、まあ、割と削れてる、この時点で。ダッシュ R1 を外してしまった。ちょっとモーションによってやっぱり動き変わるんで。で、相手が飛ぶ前に、バックジャンプをする前に必ずひるませて、スタブを入れておく。これで半分削れると。で、壁寄せにしてたんで、こんな感じで回り込む動きをデーモンの王子がしましたね、今の。で、あとはもう一度、ブンブンして、ひるみを取れば、持っていけはしないか。スタブを入れて、あとは R12 回ぐらい。うん、R12 回ぐらいでいける。ちょっと前にこう出たかったんで、R2 を今入れたんですけど、出の早い攻撃に潰されましたね。まあ、それでも、特に問題なく、かなり早く27秒巻きましたね。うん。いい感じに倒せました。やっぱり、振りが早い、でかいのに振りが早くて火力が出るから、どんなボスにも正直強い気がします。で、ミディール。ミディールも立ち回りかなり変えました。最初、薬効を塗って、で、顔に攻撃。顔にしっかりとこう攻撃をすることができる。ここで一気に1800ぐらい削れるんですね。強い。で、この攻撃ができてる、攻撃ができるタイミングはスタミナを必ず回復せずにしっかり使い続ける。しっかりとスタミナを使い続ける。あ、外した。で、こんな感じで攻撃ができないタイミング。腕が動いて、攻撃ができないタイミングでスタミナをマックスまで回復して、攻撃をする。っていう感じで立ち回ると無駄がない。はい。もう、切るんだと。ここもかなり早くなってるんじゃないかなと思います。で、そのまま、本編のミディール。で、ミディールもかなり立ち回りは良くなったと思います。最初にダッシュ R1 からのホイに対して R1、3発が入らない。もう1発入ったか。OK。で、ここを潰されることなく、左に誘導します。で、あとはひたすら顔に張り付く。はい。はい。炎の範囲をちゃんと見極める。ダッシュ攻撃からの R1 が結構早く、でスタミナをしっかり回復して延茶して戻ってくる頭に向けて R1 を先行入力するぐらいがいい。だいたい1ターン2300削れると、4発で2300削れると嬉しい。うん、
大体 R1 2発を常に入れていく感じで、連射して R1 3発、はい、もう1発入るかな、あ、はい、で2300削れていくと強いかな。で突きを避けて R1、 はい、おしまい、うん、相手に一度も走らせることなく、終わらせることができる。これで右腕戦の立ち回りも、指摘されることはないんじゃないかなと思います。はい、ミディール戦これだけで1分40秒、崖ミディールと合わせて1分40秒も、短縮してると、まあ、やっぱ立ち回りゲーですね。火力ももちろんですけど、同じ武器を使ってもこんだけ変わってくる。まあいかに前の走りが下手だったかってことなんですけど。でハーフライト、ハーフライトに関してもやっぱりそのうまいことそのリーチを生かせて立ち回ればいけるっていうことが分かったんで、R1 ブンブンしつつうまいこと立ち位置を見極めてやろうとしてます。はい、最初はスタブを入れます。スタブを入れたら R1 ブンブンします。はい、強靭あるので問題なしと、強い、もうこの時点で、強い。でハーフライトが出てきたら、はい、R1、 R1、 ちょっとこれ R2、 ジャンプ R2 の入力がちょっと早すぎましたね。もう一回 R1 振ってもよかったかもしれない。でここでダッシュ R1、 ダッシュ R1 ちょっとあれですね、リーチが短いものと思って近づきすぎましたね。もうちょっと早く振ってもよかった。でもさっきのローリングに、合わせることができるのがやっぱ強い、リーチがある。でこの貝ヶ森も1、2、3、4、5で終わり、強いですね、めちゃくちゃ強い。でハーフライト縦構えてたらさすがにパリーされるんで、両手持ちになったら範囲に入った瞬間に R1 2発、同じように R1 を入れたいけどクソローリング、はい、で範囲に入った瞬間にローリングを R1 打てばちゃんと倒せる。で R1 を入れてからのスタブなのでダメージが間に合うと、うん、倒しきれると。うん、ハーフライトもかなりいい立ち回りができたような気がします。まあでも前も結構早かったんで、でゲール戦なんですけど、これ腐れ松屋にも買い忘れてて、本当は使うつもりだったんですけど、まあ忘れてますと。まあでもその代わりにちゃんと立ち回ると、相手のひるみは R1 3発でひるむんで、それをしっかり数えていけばこんな感じで相手の攻撃をキャンセルすることができる。それを念頭に置くと相当立ち回りです。あ、ここ食らったのはちょっとボンミスですね、もったいない。次ひるむ、次ひるむんですけど、まずは回復で、はい、で、はい、ひるむ、 R1 入るで避ける。この時間がちょっともどかしいで、はい、次、うん、でここはひるみまで入れれる。はい、ひるみからの R1、 はい、 OK。 もう一発、あ、もう一発の R1 が入っとけばちょっとだけ変身まで早かったな。まあちょっとリスクがあるんであれでしたけど、はい、 R1 でひるんだ、一発で、意味は防眼は避けます。ここ当たってもちょっと納得いかないですね。でちゃんとひるみに対して追撃は入れていく。もう一発でひるむけど、まあ振ってもよかったな、ひるむで1、2でひるむ、うん、結構やっぱひるみ回数数えやすいんですよね、他の武器よりも。攻撃回数も、攻撃チャンスも多いし、うん、だからすごいやりやすい。ここはまあいつものように誘導して、でもう一発振ればひるみ、はい、ひるみ、ローリング、ローリング、1、2でひるみかな、ひるみでローリング、でまた1、2でひるみだけど、ちょっと安定を取って1、2、3、ここはまあ食らってもいいかなと思って押して、はい、おしまい、うん、 OK、 かなり早いかなと思います。で、記録は1時間38分52秒、
IGT で1時間40分切った武器は初め、これが初めてで、まあ、39分台ぐらいかなと思ったけど、39分も切ってくるという感じで、全体的な立ち回りは確かに良かったんですけど、竜狩りの鎧と総王子がちょっといい立ち回りができてなかったのでもったいない。それさえあればもうあと40秒ぐらいは、負ける。もろもろ合わせて38分は切れそうな気がします。まあいろいろ難しいショットとかしてないんで、まあ、それを含めれば簡単に1分2分縮むんですけど、まあ、再装した甲斐があるぐらいにはやっぱ強かった武器だし、速くて良かったなと思います。はい、ルケニの雷刀はどのボスにも強いんで、ぜひ使ってください。おすすめです。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。